第4回ショータイムカップ、イエーイ。第4回ショータイムカップのスポンサーはゴルフキャンプを運営しているブーの株式会社様より賞金をいただきました。ハンドファーストマスター、やべ、しくった。これはもうフェーズ100度なんだ。そしてこれからコックがキープできて、カメをキープできる、賞金総額なんと25万円です。過去最高、ありがとうございます。激ムズコースのオークビレッジでやっていきたいと思います。テルキティーショット。基本的にテルキはもうスタートダッシュがね早いよね。ナイス、ナイス。ドストレート、うん、多分ここだと思う。テレクちょっとヘッドスピード上がった。ちょっとここでいいや。あやかちゃんまさかの男子と同じティーから、これオーバードライブされたらもう泣くね。俺帰るわ。オーバードライブされたら帰るらしい。テレク今ちょっとここにいる。そうだね。ナイスショー、完璧。やべ負けたかも。あーでもギリギリテルキ勝った。ギリギリ勝った。ギリギリとか言わないでくれる。パー5と言ったら翔太のこのフルスイングですよ。左だね。わードレミファー、一気に当たった。ど真っすぐ、ど真っすぐだよこれ。なんといい。でしょ、はい、性格無比だね。俺曲がったことあんまないんだよ。やっぱね、噂がある。なんで俺の噂があるんだよ。有名だわ。キャディさんの間でもなんか俺有名みたいだね。そうですね、ちょっと。あ、ちょっと有名。噂だとやばい。怖いね、噂ってね。なんかあんま下手なことできないね。ちょっと慎んで生きるわ。ドライバーの距離も慎んだ方がいい。そうだね、ちょっと慎んだ、コースの設計者の意図っていうのを塗り替えちゃってるからさ、その辺はちょっとね、慎んどこう。ショータさんの俺帰ってきたんじゃん。あれじゃない、ショータの羽返ってきたんじゃないの。ショータ羽返ってきた。ナイス、ナイスキック。俺のだ。宣言通り。でも曲がんねえんだもん。ああ曲がんねえな。おそらくあの辺のマウンドもしくは木だね、によってフェアウェイに跳ね返された。何番で打ちますか。3番。え、H まで 200? H まで200で。きついな。お、いいんじゃん。ちょっとドロップしちゃった。ナイスオン、やったー、2オン。テルキのセカンドショット。200って言われたんだ。200、280ぐらい飛んでるね。距離伸びたね。伸びた。はあ、ちょっとちょっと厚く当たりすぎちゃったかな。あ、でも乗ってるよ、ナイス。バーディーは硬いよ。200弱。オッケー。6番。オッケー。おお。あー、ちょっと左。うわ、まあでも OK、ナイス。いいんじゃない。完璧だね。やったよ。はい、ナイス。弱っ。何なんだよ。
なんでピッチングで170ぐらい飛ぶんだよ。球落ちてこないもん。なんじゃ俺ピッチングで170ヤード180ヤード意味わかんねえよ。で残り150ヤードのフェアウェイから誰よりも遠い位置にいなきゃいけない。ゴルフって奥深いわ。いや間違いない。あかんね、大オーバーあった。次はここです。そう、まこっちから距離はそんな難しくないと思いますけど、三段越えです。三段越えなので距離感が難しい。こっちに上がって二段上がって、うまい、うまい、うますぎる、うますぎる。彩香ちゃんイーグルトライ、女性でパー5、2オンですよ。弱い、ちょっと弱い、やっぱね、重いね。ショートさんイーグルトライ、お来た、ナイス、マジナイス、やるやん、普通にやるの。いやー翔太ナイスだよ、あざす、はあ、ナイス。そのための1番2番のダフリだったのか。そうそうそう、あぶっちゃった、あぶっちゃった、はい、パーパット、パーパット、あパーですね、パー決めてるぐらいの調子だ。ナイスバーディー、もう1アンダーやん。1番のボギーからもう1アンダーです。もう外しようがないですね。左の70センチかな。ナイスバーディー、2アンダー、2アンダー、うまっ。フォークで今日かみってる。いいね、仕上げてくるから仕上がってるんだけど。あーなるほどね、まあね。113ヤードのパー3、浮島です。もうちょっとでも左右にブレたらもういけ、ブレなきゃ大丈夫。めちゃくちゃ難しいパー3です。何番？6番。やばい、グリーン越えた。バンカーじゃん。いや、バンカーも越えた。あの、浮島を全部越えた。飛びすぎなんだよね。ダフったよね。ダフった。いや、ダフったっていうかさ、軽く打ってちょうどかなと思ったんだよね。ダフったら飛ぶアイアンなんですよ。わかんない。もう何しても飛ぶ。完璧。うまくない？いや、うまい。ああちょっと弱え。結構危なかった。手前。俺とテルキ足して2で割ったらちょうどよかったな。そういうとこだよね。うん。こういうとこだよね。足して2で割るショット見せるわ。うん。足して2で割ってくれよ。何？足して2で割るショット。アインシュタインショット。いや、足して2で割った。足して2で割ったわ。足して2で割れてる。弱え。満弱。満弱。何番？7番です。7番アイアン。158ヤード。なら。7番アイアン。いや、綺麗なコースだね。完璧じゃない。滑ってる。短いかも。短い？短いね。ちょっとアゲンストなんだね。上げてるね。3打目受けながら3打目です。どうか。全然弱い。超弱い。ちょっと待って、全然弱いんだけど。すごい、なんかマウンド越えだから。おお、危ない。びっくりした。なんだこれ、やば。うまい。もうちょい飛べ。
あー右にずれてった。ちょっと右だけど、まあいいんじゃない。ショートさんバーディーパット、約25メートルぐらい山を登って、あー左に流れちゃう。そっから下って、おーいいよ、うまい、ナイスタッチ。ちょっと弱いわ。ちょっと弱いけど、でも全然バーディートライ。これも難しい。やばい、打てないわ。あれ打ってるわ。いや、打ててる。入った、うん、ナイス一番いい。うま、すごい、弱い、ナイス、ボギー。テルキパーパット。テルキほどのプレイヤーでも苦しめられるパー3。耐えた。ナイス。おお、マジナイス。応援する会にしようか。あざーす。ショーター。あんまりがっくりすんなよ。視聴者に伝わっちゃうだろ。ショーター。うますぎてな。ああ、仕方ない。パーパット、ナイス。みんなすごいね。うん、ほんとね、すごいよね。すごい、すごい。ワンピン以上のパーパットをボコボコ入れたり、グリーン40ヤードぐらい超えたり、みんなすごいよ、ほんと。ナイス、ナイス、パー。パーです。耐えた。うん、俺もダボで耐えた。耐えた、耐えた。ダボ、ダボ。あ、そっか。さ、どういうことよ。なんでさ、一人だけさ、全然オーバーなの。本当だよ。やっぱ俺打つとアゲンスト消えるんだよな。そういう問題。そういう問題なんだよね。フォローはなおフォロー、アゲンストは無風に化しちゃうんだよ、ね。やばいやばいやば。プラマイゼロ、むしろプラスだよ。大変だよ。計算がわかんねえよ。424。ああ。ドライバーだよね。そうもね、激狭なんですけど、左行け、右 OB なんですけど、やっぱさすがみんなドライバーでした。当然のごとく。うんま、うんま、完璧だね。完璧じゃねえわ。本当に飛べ。もう今日俺飛ぶんだよ、なんか知んねえけど。俺立つとフォロー吹くからさ、今日あの辺まで飛ぶよ。いや、安定してるね。完璧。ロースピン、中段度、ドストレート、もう3拍子全部揃ってる。翔太、翔太もね、果敢にドライバーで攻めていく。これがショータイムですよ。完璧だね。いいフェードボール。ストレートフェード。素晴らしい。弾道がいいね。素晴らしい。飛んだじゃん。飛んでる飛んでる。やっぱ俺後ろに立つとフォロー吹くし。あ、そうだそうだ、そっか。実際なんか今ちょっとざわっとフォロー吹く。あ、やべ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 。彩香ちゃん。ちょっと早いっす。はい、大丈夫、追いついた。ティーショット完璧。これちょっと左、いや大丈夫でしょ。フェアウェイ、フェアウェイ左サイド、後ろティー、後ろに飛んでる。ナイスショット。あ、そういうこと。ね、彩香さんは究極の AB 型だと思う。今日クソが臭いです。違う違う違う、カメラ越しに伝わる。ちょっと待って、それちょっと誤解読むから。本当はいい匂いする。それもそれで、それもそれで危ない。それもそれで危ない。危ない発言だな。どうしても食べたかったんだもん。ちょっとこれのために我慢するのはちょっとどうかな。体に良くない。それは、ね、多分いろいろ僕らがあの男としてちゃんと見られてない。見てないね。はっきり言われちゃった。もうやる気なくなった。今日やる気なくなった。いや逆に見てないからね。それでやっと距離が落ちるかな。何ヤード何番ですか。145ヤード、8
145、8番。真ん中にいないゾーン。119、50度。119、うん、なんかちょっと雲行きが怪しくなってきちゃったね。あれ、ちょっと右だね。ちょっとじゃないね、だいぶ右だね。でかくね。やっぱフォロー吹いてんのかな。リアルフォロー。あれ、なんかすごい近い。なんだろう、すごい近い。ちょっと待って、ちょっと待って、どうやってやるんだろう。こっちかな。オッケーオッケーオッケー。65ぐらい。大丈夫ですか、取れた。ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、できました。自分は下がんなくていいんですよ。6番できます。あ、6番6番、何ヤード、わかんない。打ち上げてるから6番。聞けないか、私8だ。全然持ってこないよ。え、絶対大きいって。私8だよ。距離間違ったわ。多分150ぐらいしかないよ。ターン行くよ。もう一球打ちます。うま、打ちます。あれでもでかい。うん、大きい。絶対大きいって。間違えました。110ヤード。50、左が怖いからみんな右にしか打てないけど、カンは。いや、俺もうピンハイで。うまいね、これ。いいんじゃない、完璧だね。ナイス。入ったね、これ。入ったね、これ。翔太のサードショット、ちょっとね、50度だとちょっとでかかったんだね。逆目で砲台でなかなかちょっと難しい。うまい、柔らかい。あ、止まりすぎた。飛べ、もうちょい。あ、でもしょうがねえだろ、ナイスだろ。全然ナイスだよ、あれ。え、テルキの3打目グリーン奥で。難しいね、ラフからグリーンが下ってるから。おっしゃ、ナイスだよね、こっから。あやちゃんのバーディーパット、 15m の左のフック。全然曲がらない、めっちゃ強い。あ、ありがとう。ちゃんのバーディーパットです。弱大丈夫、踏んでない、踏んでない。俺までどんどん早くなる。ごめん、いいよ、ずっとゆっくりで。お願いします。はい。うわ、なんか雲がすげえ出てきた。最後まで天気が持つことを願う。ガッ、ナイス。何、激うま。なんなん、え、これがね、これがプロ、あやかちゃん。何パット、パーパット。スライス。あー、ちょっと左抜けちゃった。まあでもカップの位置が非常に難しいからしょうがない。ショータパーパット。画面越し伝わんないだろうけど、意外と難しい。ナイス、ナイスセーブ。なんかこれさ、難しさ、画面越し伝わんないのが歯がゆいね。いや、間違いない。歯がゆい。これとか結構やばいからね。すげえむずいんだよね、これね。まあ、オークビレッジはみんながもう知ってる、知ってる、難しいコース。あんな左端だもんね。うん。これピン狙ってくやつ、正気の沙汰じゃねえな。通勤左池だな。ああ、そうそうそう。ウーの株式会社様、今回スポンサーしていただき誠にありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。
お、ピン刺した。これ来たんじゃない？入った。入った。ホールインワン。